トロジャンシーの人が対局でノーマスクだったかなって反則負けになったって。え、いや、まあ、一応そこの規定ではマスクしろしましょうっていう規定でやってたから、それなんだ、うん、でもそういうルールでもうその対局場をそうやって設けてるから、それでやんなかったらそれはね、なんかコロナのって言われたらそれまでかもしれないけどさ、それによってさ、なんかマスク、相手がマスクしてないことによってさ、集中力欠いてしまうこともあるじゃん、うん、やっぱ嫌じゃん、はい、なんかみんなさ、なんだかんだでマスクしたくないとかギャーギャー言ってても内心さ、実はみんなコロナには全部やっぱかかりたくはないってみんな思ってるじゃん、実はなんだかんだ言って風邪だってバカにしてても、特に多分風邪でしょみたいにバカにしてる人たちってマジでかかりたくないんだなって私は思ってね、うん、あの裏返しみたいな、愛情の裏返しみたいな心境じゃないのあれ。ああ、それはあるか、うん、だからやったら言うんだろうなと思う。私は正直に言うかかりたくねえよ、オミクロンだろうが何だろうが。だってこの間ニュースでやってたのが、あのすげえ大学生なの、大学生の若いお兄ちゃんが最近のオミクロンに感染しました、で完治しました、でそこからなんか数ヶ月後急に体に異変が起きたんだって、なんかだるさとか、うん、なんか動けないみたいな、で最初5月病かなんかだと思ってたらしいんだけど、ずっと長引くからおかしいと思って病院に行ったんだって。 そしたら診断名があれだって、コロナ後遺症だって。え、それそんなさ、数ヶ月後に完治してから出るんだと思って怖くない？そういうウイルスってことはちょっと嫌じゃない？やっぱり怖いなと思う。周りがノーマスクだってなんか言ってても、私はやっぱそれでも多少防御できるならマスクしたいなと思うって思っちゃうよね。喉とかも潤うからちょうどいいんだよマスク。風邪ひきづらくなったし、あれのおかげで去年風邪ひいてないし。どうしたのポンツクくん。ちょっと何もね、二十のも今日始まってんの、まだまだ当分あった。サンドイッチ、あれなんかサイレンが気のせいよ。俺サンドイッチくん、あれパトワー来てんの、ほら、来てる、どっか後ろ、これ止まってた方がいい、どっから来てるの、あ、後ろがトラックで何も見えない、あ、来てる来てる、後ろから来てる、あ、すぐ後ろにいるいる、もうパトカーいる、うん、止まってた方がいい、あ、左の方行ってるんだ、ね、ん左の方行ってる、最初助けに来てくれたの、うん、ってことは左でやってんだな、いや、おお、かな、通れるのが左だからこっちに来たって可能性も、じゃあ成り立てだこれマジで、あれが今来たってことは、あれこの目の前のこれなんじゃないの、え、どこ、もう止まってるじゃん、そこ何も見える、止まってない、あれこれ、ま、ワゴンで見る、でもあそこ、いや違うよ、あ、まだまだ先、うん、先だよ、あの車線に入ったから、いや右だよ多分、右に行ったもん、銀行のルーファイターズ、右に行ったから右なんじゃない、あら、トラッカー、おばちゃん右っぽいよ、右、うん、右車線入っちゃって、あの車機動隊でな、確かにあの時あの人たちが来てくれた時すげえ安心感があって、なんかお水とか大丈夫ですか、あ、これ以上左さ進んでももうないか、道幅がねえもんな、うん、じゃあやっぱ右なんだ、違った、右側行ったって、まあスピード出しすぎたんじゃない、右ってことは間違いなく、まあまあガードレールに本当に突っ込んだのか、それとも止まっついたか、
そう軽くてあったかいのにダメだよ、重くてつらい。これ食べる？うん、卵になっちゃうけどいい？あ、いいよ全然。あー、めんどくせえめんどくせえ。しょうがないよ、それはしょうがない。元気に生きようよ。まあ、みんな同じ心境だろう。ポポが欲しくて震えるんだけど、やめてほしいくらいから見てごらん。まっちゃん、まっちゃん、端っこ縫ったらいいよ、こう。これだけで、これだけ。すげえよだれつかない。よだれポロポロポロ。受けてきから気づいたいんだ俺毎回。これ多分結構でかい事故だな、ね。よだれ3ペーターがいるんだけど、どうしてる。うまい。なんかこれめちゃくちゃ入れてくれてるね。めっちゃうめえな。ここのサンドイッチ押せるな。うん。やっぱこんぐらいボリューム入れてくれないとさ、なんか食べ応えないよね。あの変そうなのあんじゃん、なんか。このピンドゥーみたいなさ。カノンエイコ。カノンエイコみたいなやつって相当難しいよね。すごいキャラだよね。あのね、難しいと思うよ、あれ。何が難しいかって、その滑ったのが面白いっていうキャラじゃん、うん、あれめっちゃむずいと思うよ。あのバカにしてるように聞こえるかもしれない。どうした？パンが落ちた。僕にあげようとしたパンがショーンってすっ飛ばす。だからその国民に認められるないじゃん、そのわかんないから、そういう面白みが。だからすごい苦労したんですね。血尿出たんですよ、一時期。全然お笑いで飯食ってる。でもあの人めっちゃ苦労してる。詐欺られそうなタイプだよね。友達とかに裏切られそうじゃね。うん、金困ってるから貸し、貸せってたら出しそうな人だよね。うん、危ないね、あの人。危ないね。このエコン何が最初に楽しかったってさ、無理のあるあのホストキャラが良かったんじゃん。超無理してんの僕は逆に面白かった。だからあれも考えた末のあれなんだよ。あの無理してさ、似合ってなくてやってるのがまた良かったんだろうね、あれで。うん、あれ見た目は確かにそのホストっぽい見た目にはなってたけど、喋るとすんげえなんかヘナオくんだよね。あ、だから川越 D わかんなくて、でテレビつけてやったのがちびまる子ちゃんで、で花尾くん出るじゃん。花尾くんだっけ。花尾くん、うん。あ、じゃあこのキャラで路線で行こうってなってあれになったみたいよ。ちょっとナルシストっぽいキャラで行ってみようかな。慣れてなかったのがまたいいよね。うん、そこでだからな、もう神様に拾ってくれたような感じだから、すごいよ。でもすごい努力したと思うよ。ああいうのってもう運命だからね。ビッグカメラ。